皆さんおばんです。こちらチャンネル桜北海道です。本日キャスターを務めます門馬雄二です。よろしくお願いします。そして、はい、同じくキャスターを務めます若狭良子です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いい季節になりましたですね。北海道はね、北海道ね、うん、ライダーも大喜びみたいなですね、うん、気持ちいい。本当それにね、あのやっぱりようやく例の病気明けみたいな感じで、うん、イベントがいろいろね、そうね、はい、たくさん出てきましたしね、うんうん、コロナ明けっていうか、はい、まあ、明けてはいないのかもしれないけど、ずいぶんね、はい、いろんなイベントを本当やるようになりましたね、うん、もう僕もね、うん、イベントいろいろやっぱ行かなきゃならないんで、あ、うん、イベンターですもんね。まあまあお手伝いですけどね、うん、はい、でまあ今月、そう、今週か、はい、今週は週末はもうニセコに入りますね、ずっと。ニセコですか。ニセコですね、うんうん、はい、バイク、自転車の大会があるんで、ニセコクラシックっていう大きな大会があるんで、ニセコクラシックでしたっけ以前。そうです、特集で、ね、紹介したことがあるんで、はい、ね、そちらの方でね、まあちょっと頑張って、はい、ちょっと眠い目こすりながら朝から頑張らなきゃなと思ってますけど。いや、たくさんリタイアした人を助けていかなきゃならないんですね、うんうん、大変ですね。大型バスとトラックに乗ってね、やっていくんですけど、いや気持ちいいでしょうね。晴れたらね、雨になったら地獄ですけどね。あ、そうか、本当だ。まあ、予報ではね、なんか晴れるみたいだからいいんですけど、そうですね、ということで始めていきましょうか。はい、はいはいはい、今日の、はい、今日なんですけども、はい、今日の北海道、はいはい、そして特集です、はい、特集はですね、日本食糧危機ですよ。そうです、食糧危機についての、ね、はい、は起こるかどうか、食糧危機が来るのか来るのか、はい、日本がすべきこと、はいはい、そちらの2本立てでお送りしたいと思います、はい、で番組の最後に、うん、このチャンネル桜北海道を支援していただくための情報をご案内いたしますので、ぜひそちらの方も最後までご覧になっていただきたいと思います。本当に私たち大切なことを、はいはい、既存のメディアではなかなか伝えないことを真面目に伝えている、そういう姿勢でやっておりますので、はい、ぜひ皆様の温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。はい、ということで早速始めたいんですが、今日の北海道なんですけれども、はい、うちね、読売新聞撮ってるんですけど、うん、一面にはやぶさ2の記事が載ってました、はい、うん、私全然なんかちゃんとフォローしてなかったので、はい、地球外アミノ酸初確認っていう見出しが、ね、ね、はい、出ていてびっくりしたんですけど、はい、JAXA のね、この小惑星探査機はやぶさ2ですよね、はい、すごいですね。すごい、出てきましたね。出てきましたね。いつか出るとは思ってましたけど。思ってました、はい、なんだろう、今まで、地球に落ちた隕石からアミノ酸が出たことはあるけど、うん、はい、それは地球でね、ついたんじゃないかっていう意見も、いろんな意見があるので、だから、まあ、要するに生命の起源となったのは果たして宇宙からなのかもしれないっていう可能性ですよね。そうそうそう、そういうことですよね、はい、そういうことですよね、うん、なんかでもね、すごい本当にアミノ酸っていろいろあるんだなって、はい、思うんですけど、なんかアスパラギン酸とかも、はい、書いてあるし、旨味成分のグルタミン酸も見つかりましたっていう、はい、うん、記事なんですよ。でなんかタンパク質に関係ないものも含めると、はい、少なくとも15種類のすごいことですよ、ね、はい、アミノ酸、別にアミノ酸大好きじゃないんだけどすごいなって思いました、はい、大好きじゃないんだけど、いやいやいや本当に、うん、なのでこれをね、何、空気に触れないところでちゃんと実験するっていうのがね、その技術もすごいなって、当然と思わないで、はい、私も分かんないそれすらすごいなと思ってしまって、持ち帰るのもすごいけど、そうですね、うんうん、持ち帰る技術がやっぱすごかったなと思うので、そうですよ、本当に玉打ち込んでね、玉打ち込んで、はい、取るときに、そう、隕石を、それでこう粉塵みたいに上がるのをパッと捕まえて、うん、キャッチこうは取らないと思うけど、う、ね、はい、なるほどね、はい、日本人ビバですね。いや、うん、そういう細かいところはすごいなと思いますけどね。本当にこういう技術、これからね、どんどんお金出して伸ばしていってほしいなと思いますけど、うん、まあね、例えばよその国はね、月にこう、うん、なんかローバーを下ろして走らせようみたいなこと、ね、ちょっと何月にローバーを下ろして、ローバー、車、ちっちゃい車を下ろして、あ、なんだろう、ちょっと年老いたおばあさんかと思う、ローバーじゃないレンジローバーみたいな、そういうことなんだけどすごいね、すいませんでした、僕の言葉が悪かったごめんなさい、はい、ごめんなさい、次の話いきましょう、はい、次いきましょうか、はい、はい、ごめんなさい、札幌県のニュースです、はい、
すすきのの安全を守るよさこい。こっちで泣いてますから大丈夫です。はい、よさこい前に巡回という警察官が巡回していますよというニュースを見つけて、はい、そうかそういえば明日、まあ、あの6月8日からなんですけど、はい、よさこいソーラン祭りが始まるんだなっていう、はい、そういう記事が載ってたんですけど、ね、よさこいがそう久々3年ぶりなんですよ、ですよね、3年ぶり、うん、ということはあの北海道神宮例祭もね、はい、あるんだなって思って調べたら、うん、今月14日から16日までの3日間、はい、あの規模は縮小されるんですけれども、うん、ちゃんとおみこしの渡御があってね、はい、我らがひろみさんもお囃子で参加されるということで、はい、もうお祭りね待ってましたなんですよ、うん、だって日本人のねなんていうかもう魂が喜ぶお祭りですよ、はい、神様も大喜びだし、これをまあ、この武漢コロナ禍で真っ最中で言うと叩かれるかもしれないけど、うん、私そういう時こそねやってよかったんじゃないのって本当はずっと思ってたんですよ。思ってるんですけど、うん、6月1日からね、うん、まあ人の出入りが海外とね活発になってしまってるんでねって言って少しね開いちゃったんで、うん、そうですね開きましたね、はい、そしてなんだっけ、入国する外国人にはマスクの着用をね推奨しますとかっていうのを見たんですよ。しないだろうな、うん、外国人どうだろう、ね、だってでまた新しくねサル痘出てきてますから ね、 ハワイでももう出たって言ってましたからね、サル痘、はい、あそうなんだ、はい、あの天然痘みたいな、お腹まで、うん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 、オルソポックスウイルス群っていうのかな、へ、はい、正式名称が確かそんな感じで、うん、あの どうなっちゃう、発熱して14日から20日ぐらいで潜伏状態があって、うん、そこから発熱して、うん、であの水泡が出る、あでそれがあのそうだ天然痘そうでしたもんね、そうそう 死, にの、うん、死に至らなくても残る可能性があるっていうような病気ですよ、ね、そうなんですね、まあ、コンゴ系統と中央アフリカ、うん、と西アフリカ系統か2つあって、うん、西アフリカ系統は流行ってるらしいですけどね、でコンゴ系統の方はあの感染力もあの毒性も強いらしいんで、まだ西アフリカ系統なんでっていうのはありますけど、そうですか、でもただ人人感染してるんじゃないかとか、あと言われてる、うん、あの変異してるんじゃないかっていうのは今ねあの言われてますから、それがどうなっていくかっていうのはわからないですけども、そうか、はい、まあそういうお話になるとあのグーグルさんちょっと厳しいので、サル痘もどうかな、分かんないですけどね、浮かせなことを、なるほどね、うん、言えないような状態ですけども、あ、うん、まあいろいろ気をつけましょうよ、はい、予防対策あるかな、予防対策やっぱり手洗い、うがい、やっぱり人と触れないこと、ワッショーやりたいんですけど、まあまあ、うん、現段階で日本ではまだ、ね、ないですけど、ただ時間の問題だとは言われてますけどね、今、まあそうですよね、世界でもう780例超えてるから、あの欧米とかでも今週、はい、アメリカもそうです、アメリカ、カナダもそうですし、あとは、まあ、イギリスが多いですね、ヨーロッパの方はかなり広がってますね、そうですか、はい、そうですね、うん、今何カ国になってるのかな、僕が見たニュースではもう30カ国ぐらい出てるんじゃないかっていう話ですけどもね、それって地上波でも結構伝えてるんですかね、あんまり言ってないじゃないですか、言ってないんだ、本当テレビ見なくて分かんないんですけど、僕もあんま見ないで分かんないですけど、ただまあ調べない、自分で調べないと分からないですね、うん、でもまあまあ知ってるんじゃないですか、まあ、新聞には出てないと思いますけど、はい、そうか、じゃあまあお出かけの際はまあいろんなことを気をつけながら、まあ今極端に騒ぐ必要はないですけども、はい、ただあの、まあ、前回の時もそうだったんで、うん、今回も注意しておくべきかなとは少し思いました、はい、ということなんですけど、はい、はい、分かりました、はい、でまあ、じゃあ、まあ、お祭りはね、でもお祭りとして、はい、ぜひ皆さんあの明るい気持ちで神様にお参りして、うん、はい、であの気持ちよく過ごしていただきたいなと思います、はいはい、でちなみにね、あの皆さんあのご存知かどうかっていう、うん、あの暦上はね、はい、今週の10日、6月10日がね、うん、今年一番運気のいい日なんで、ああなんかあのなんだっけ、なんとか万倍日みたいな、いやなんか名前忘れたけども、うん、あのまあ八百万の神様が一回天に昇って、うん、であの人々のね罪を一回全部許してくれる日なんで、はい、物事を始めるとかそういう時には最良の日ですよっていう、わー、なるほど、はい、ありがたい日ですね、はい、待って、今の暦の6月10日ですか、はい、で今週金曜日かな、そうなんですね、はい、チェックします、はい、ぜひあのお参り行ってください、そうですね、そうですね、いいですね、はい、はい、以上今日の北海道でした。続きましては特集です。
はい、ということで特集ですけども、はい、まあ、食糧危機は来るのかって今騒がれてますけども ね日本にもみたいな話、怖いですよ、怖いですよね、うん、怖いです。まあいよいよ日本でも原油などのエネルギー価格高騰、うん、これによるあのガスとか電気の値上げ、はい、続いて高いですね、高いですねガソリンから何から全部、はい、で輸入食料品の値上げの波がやってきているっていうこともありますけどもね、はい、今月いよいよ6月になってますけども、はい、ここから7月にかけてですけども、スーパーなどで値上げされる商品、食料品ですね、うん、こういう輸入品に、まあ、携わるもの、うん、もしくは便乗的なものも少しあるかもしれませんけども、うん、値上げされるっていうのが約3000品目、ほうほう、3000品目にも及ぶっていうことで、はい、まあ、ちょっとだけ上がるものからバカみたいに上がるものまでいろいろあって、ちょっとよく分かんない状況になってきてますけども、まあ、要するにインフレに近い状況、まあ、インフレっていうかね、うん、まあ、食料品とエネルギーのインフレ、まあ、物価指数でいうとこのコアコア指数とかコア指数とかいうところなんでしょうけども、うん、で給料は上がらんのにって話になっちゃいますね。いやそれそうですよ、はい、本当痛いですよ。もうね、まあ、スタグフレーションなんて言葉も出てきてますけどもね、うん、まあ、悪いインフレなんて言葉も出てきてますけども、そこで今回はついに日本にも食料危機がやってくるのかっていうことで、はい、まあ、買いたくても買えないという話どころか、お金があってもそもそも商品がないとか、そんな状況が日本にも来るのかなんですけども、はい、その辺のお話を世界の現状と一緒にちょっと見ていこうと思いますので、はい、お付き合いください。よろしくお願いいたします、はい、でまず物流と経済による危機みたいなことなんですけども、うん、皆さんもあの気になると思いますけども、ロシアとウクライナの問題ですね、はい、ウクライナ侵攻による影響ですけどもね、うんうん、これがな確かに世界的な穀物の価格、はい、これもうかなり急上昇してますけども、うん、日本の食料安全保障を不安視する声も出てきてますよね。ああ、そうですよね。影響が出てくるんじゃないかと、はい、うん、でウクライナ危機でもあの麦や大豆などの国際価格、これがドーンと上がってきて、うん、日本国内でも食品の値段、これが値上げが相次いでいるのもこれも事実なんですけども、うん、ですが経済力のある日本って経済力あるんで世界でも、はい、ものすごく、うん、これが食品を輸入できなくなるっていうのような事態は今後はおそらく起きないだろうって予想されてます。あ、そうですか、はい、うん、極端な食料危機ですね、はい、むしろ日本にとって懸念すべきは、うん、あの食料危機が起きるとしたらですけども、お金を払っても道が壊されて荷物食料が届かないっていうこと、つまりあの台湾有事などのシーレーン、はい、これが破壊されて物理的に輸入が不可能になるっていうことですけどね。あ、なるほど、はい、じゃあ同じことですね。そう、そうなると、うん、買えないっていうことですけども、うん、これ画像ちょっと見てもらいましょうかね、はい、これ輸入とか食料自給率のグラフになってますけどもね、うん、あの日本は食料の多くをこれ輸入に頼ってることも事実ですから、そうですね、食料安全保障については、うん、まあそういうことが起こるか前からしっかりと備えておくこと必要になるっていうことなんですけども、はい、まあ、経済的なアクセスと物理的なアクセスっていう2つの要素をもとに万全にしておく必要がある、うんうん、これが不可欠です、はい、日本は麦についてはまあ、国が独占的に輸入するっていうあの国家貿易制度を取ってるんで、基本的にはあの小麦っていうのはここにも青いので、まあ、円グラフ書いてますけども、基本的にはあのアメリカとオーストラリアとカナダの3カ国からしか小麦入ってこないんですけども ね、はい、で品質の劣るロシア産とかウクライナ産、これ輸入してません、うん、あ、品質劣るんですか。劣りますね、はい、と言われてます。なるほど、はい、でまず経済的なアクセスが困難になる場合っていうのは、うん、穀物の価格が急上昇して、まあ、現在もそういうふうになってますけども、国民の、まあ、食料品の支出額、はい、食料品に対するそれが、うん、収入の中からどれぐらい、はい、あの支出してるかっていう収入額をこれ超えてしまうと必要な食料が買えなくなるケースなんです。まあ、発展途上国とか、まあ、そういうところが多いんですけども、途上国の所得し、あの低所得者層っていうのはですね、はい、収入の半分以上を食料品に支出する、給料の半分以上を食べ物に使っちゃう、はい、しかないという、まあ、給料低いんで、うんうんうん、はい、で特に穀物に支出する割合が多いんで、あ、なるほど、はい、でパーン食べますんでね、で穀物価格が2倍以上上昇すると、うん、そうすると買えなくなっちゃう、うん、そうですね、半分以上使ってるところに、うん、価格が2倍以上になったらもう買えなくなっちゃう、本当ですね、で飢餓が起きると、うんうん、そういう状況になる、うん、で日本の場合ですけども、国民の飲食への支出額のうち輸入農産物、はい、農水物、農水産物、はい、これに支払ってる割合は2から 3% なんで、うん、
輸入ですけどね、はい、輸入食料品が高騰しても全体の食料品の支出に直接大きな影響を与えないっていうふうに予想されていますね。これは昔からそれは2008年の食料危機の時からそう言われてて、そうなんです、ね、ちょうど東亜サミットの時かにぐらいに食料危機来てたんですけど、一般家庭にとってはというか、それは大変な問題にはなりますけどね、はい、消費者の負担につながることはこれは間違いないです、はい、ですけども経済力がある日本では食料が買えなくなって飢餓が起きる事態にはならない、なるほどなるほど、はい、経済的アクセスの、途絶は心配しなくてもいいだろうと。でこの時点では経済力を維持すること、うん、今まで通り経済力を維持していかなきゃならないっていうのはこれは大事なことですよ、食料安全保障上っていうことなんですけども、うん、で次の画像行ってみましょうか、はい、これねルートの問題です、うん、前回も地政学でちょっとやりましたけど、はい、日本と世界を結ぶ海上物流ルートですね、はい、こんだけあるっていうこと、はい、すごいあるんですけどね、血管のようですね、はい、むしろ日本が懸念すべきは、先にも述べましたけども、うん、物理的なアクセスによる影響、いや影響大ですね本当に、はい、お金があっても食料が届かなければ買うことはできないと、ニッチもサッチもいくんですもんね、はい、例えて言うんだったら近年で分かりやすいのは東日本大震災ですね、うんうん、この時は被災地の人たちお金はありました、はあ、お金はありましたけども、はい、食料品が届かずにひもじい思いをしたっていうこと、ね、はい、で世界的に見ても今もウクライナの、マリウポリなんて、はい、食料品がそこをついているっていう報道なんかもされてます、うん、そうですね、はい、で戦争になるとその当事国っていうのはそういう状況にはなりますね、そうどうしてもね、はい、で次なんですけども肥料価格上昇にも関わってくるっていうのが、これが肥料、うん、植物を育てるため ために、うん、そこに関わってきているのがロシアとか中国っていう話になってくるんですけども、はいはい、ロシアによるウクライナ侵攻によってもう一つの食料危機、これを招く要因とされているものがあって、うん、それは世界的な肥料価格の高騰、はい、画像を見てみましょう、はい、6月の世界価格セギンですね、これセギンが出してるんですけどもね、ちょっと全編英語しかなかったんで、うん、これしか持ってきませんでしたけども、はい、細かく見ると出てるんですけども、肥料とかね、うんうん、の部分で細かく分類はされてるんですね、はいはい、で世界銀行が算出している肥料価格の指数です。で2010年を100とすると、はい、すると今年の2022年3月は、うん、100とする指数、12年前の100とする指数から見ると237.6%、236になってるっていうこと。で137.6か、237.6だから100とすると倍以上はるかに高くなってしまってる、もう値段が上がってしまってると。肥料が？肥料の値段がですね、はい、で前年の同月2021年と比べても 2.3 倍に急騰している。倍ってね、うん、これは2008年、さっきも言いましたけども、はい、2008年の食料危機の時の高値をと同じか、もしくはそれ以来かな、それ以上かなっていう。例えばここに出てますけども、窒素とかリンとかカリウム、はい、これは肥料の3要素って言われてますけども、うん、昔学校で習ったかな、もしかしたら。全然覚えてないですけど、ね、いやいや僕もうろ覚えですけど、ね、そうこのうちカリウムについては実はロシアとベラルーシが世界のシェアの、37% を占めてますね。ちょっと画像を切り替えてみるとこういう感じになってますけども、うん、カナダ一番なんですけどもね。でウクライナ侵攻による経済制裁で両国から西側諸国への輸出が減って、うんうん、日本もロシア産の塩化カリウムの輸入、これを停止になってますけども、あ、なるほど、うん、このため塩化カリウムは3月に1トン562ドルと去年の 2.8 倍まで上がってます、値段がね。そうけ、まあ仕方ないですけど影響ありますね。影響ありますね、はい、っていうのも事実なんですよね、はい、で肥料が不足すれば穀物の収穫量も減ると、うんうんうん、で品薄となっても、高騰した肥料コストを上乗せしてもいずれ穀物価格は上昇していくということですね。あ、そうか。これはもちろん人 の食料だけではないですね。家畜の餌にも影響が出てくるのは想像できると思いますけども、肥料レベルだったらもうしばらく続きますよね。続きますね、で世界的に肥料の需要が増しているのは、実はこれ南米でトウモロコシとか大豆の増産が、これが進んでいるっていうことが影響しているとされるんですけども、そこに中国が絡んでくるんですけども、中国が養豚飼料として、うんうん、穀物輸入を増やしている、でそのために南米でどんどん作ってるってことなんですけどもね、そういうのが背景になっているってことです。で中国がやってることはそこで何をやってるのかなっていうのをちょっと見ていこうかっていうんですけども、その時には、はい、この時今懸念されてきているのが
戦略的備蓄かもしれないということね。え、穀物在庫の半分以上を保有する中国ということで画像をいってみましょうか、うん、はい、まあ、世界的穀物価格の急騰ですけれども、そんな中世界の穀物在庫約8億トンと言われても、世界のね、全世界の穀物価格が8億、あの在庫が約8億トンなんですけども、うんうん、半分以上これを中国が抑えてます、うん、半分以上、はい、抑えすぎ在庫、在庫、はい、どうやって抑えたんだろう。買ったんですね。だから21、22年度時点で、うん、世界のトウモロコシ在庫の 68.8%、はい、中国が抑えてる。米の 59.8% で、小麦の 51.1% を保有してます、うん、わー、穀物全体では5億トンに近いですから、もう半分以上になってますね。本当ですね、うん、この備蓄は実は世界の備蓄の半分以上を中国っていうこと、でほぼ自給できている小麦、うん、これ自給できるんですけども、ですが年間1000トン輸入してます。何、本当に、うん、戦略的なのというふうに見えてくるっていうことを、うん、まあ、あの食糧問題研究所の柴田昭雄氏も言ってるんですけども、うん、この方によると、まあ、それは単に自国民を飢えさせないっていうためだけではなくてね、うん、食糧不足にあえぐ周辺国諸国へ、はい、これの食糧援助を見据えたしたたかな計算が見え隠れするっていう。あ、援助っていうか売るつもりいや、多分援助の部分も何かしらの代償にですよけども、はい、お腹が減ってるうちは誰も中国に逆らおうとしないっていうことですけどもね、はい、むしろ中国は感謝されるわけですけども、なんかあれ思い出したの、マスクを大量に中国が買って、そうですね、うん、そしてその後売るみたいな、パンデミック時のあの怪しげなお薬ね、はい、怪しげな中国製のお注射よりもね、はる、い、かに有効な手段にはなってきますけどもね、こうなってくると、はい、ですね、もう北海道からじゃあ送らなくていいんじゃないですか、ご飯。中国に、中国によくね、小野寺さんなんかが、あ、ご飯ですか、ご飯っていうかニトリの話してますけど、ね、はいはいはい、お米に関してはね、うん、あ、確かにいろいろあるんですけども、うん、その辺も後にちょっと触れてみますけども、はい、はい、でさらに肥料原料を囲い込もうとする動きが見られていて、うん、中国はカリウム消費国です。先ほど言ったカリウムですけども、はい、肥料って肥料、肥料の消費国なんですけども、うん、自国ではね約1000万トン生産してるんですけども、はい、去年の段階の消費量、2021年ですけども、これは1700万トンに上ってるんですね、はい、つまり700万トンマイナスしてるから買い入れなきゃならないんですけども、はい、輸入せざるを得ない状態になってるのは確かなんですけども、うんうん、まあ、中国は一帯一路の沿線国からの輸入増強策を、これを画策してるって言われてます、はい、特に力入れてるのがラオス、はい、で中国 の、 複数社が会社がですね、ラオスの仮鉱山、これを買収したりね、何鉱山、カリウムの鉱山をね、これを買収してますね。そうなんですか、はい、で生産規模を拡大してますね、うん、はい、で輸送を担うのには2021年度に末にですね開通した中国 の、 ラオス鉄道で、うん、これちょっと前ミャンマーのこと触れた時にもちょっとご紹介しましたけどもね、はい、ラオス鉄道なんですけども、中国国内にこう輸送するだけではなくて、うん、農業の盛んな東南アジア、はい、ここでの販売を本格させるのが狙いかもしれないってことも言われてるんですけどもね。そうなんだね、はい、そうですね、だからかなりしたたかですよ。そうですね、はい、日本はどう対応していくかってね、日本の備蓄はどうなってるのっていうふうになりますけども、日本の備蓄出してみましょうか、でね、次、はい、で日本は政府備蓄米っていうのありますよね、うん、はいはい、これ100万トン程度です。100万トン程度っていうと、はい、で中国と比べてみましょうかっていうことになるんですけど食料用 の、 小麦は国全体として外国 の、 産の食料用の小麦の需要量の2から3ヶ月分しかないですから、で、うん、飼料穀物は国全体としてトウモロコシなどこの穀物が100万トンやっぱり、はい、民間備蓄してます、うん、これは農水省の食料安全保障室が発表してますね、はい、で人口の違いはありますけどもね、中国の5億トンに比べたら桁が2つ違いますね。本当ですね、はい、でこうした状況下にもかかわらずですけども、現在、まあ、金子大臣、はい、農林水産省、はい、農林大臣ですけども、は2月下旬の記者会見で、うん、現時点では我が国への食料供給への直接的な影響は確認されていないって発言してますけども、うん、ちょっと危機感が感じられないように思いますけど、そうですね、わざとですかそういう発言って。どうなんでしょうね、勉強不足なのか
で日本で食糧危機が起きる可能性が最も高いのがシーデン破壊によってさっき言いましたけどね、はい、これ農作物を積んだ例えばアメリカとかオーストラリアからの船が日本に近づけなくなる時ですけども、うん、小麦もトウモロコシも牛肉も入ってきません、うん、どうするのか、はいはい、飢餓が生じる時贅沢これは言ってられませんねっていうことで、で米とか水田、うん、農業それこそが日本にとって最も持続可能な農業なんですけどもね、はい、と言えますし、つまり水田、うん、これは水資源 の汎用とかあの洪水防止とかね、あと美しい景観 などもね、うんうん、多面的な機能をこれ発揮します、うん、それなのに水田を水田として利用しない減反政策を半世紀超えてやっているっていうのはね、はい、そうですよね、はい、主食である米の生産を減少させるっていうのは、うん、まあこれは環境や食料政策という観点からも間違ってるんじゃないのかなっていうことですね。あ、なんかいろんな面でマイナス面があるような気がする、はい、私周りに水田なんかないのでね、はい、そういう水田のあるところで育ったわけでもないし、はい、だけどやっぱり水田を見るとなぜか懐かしいような気持ちになっちゃったりとか、うんうん、そういうのって日本人はなんかあるんじゃないかなと思いますけど。ありますね。日本も世界で一番いい米作ってるって言われてます。その次が2位がアメリカと言われてますけど、ね、あ、そうなんですね。米国米仕入れたりしてますけども、そうです、ね、入れなきゃならないっていうね、なぜか不思議なことになってます。ここでも書かれてるけどもね、うん、はい、で実はですね、あの水田を増やして減反やめて、はい、あの増やせば、うん、あのこれね、今までずっとほら、日本の米高いって思われてたじゃないですか。まあそうですね、はい、ね、世界の人たちが買うのには高いと思われてたじゃないですか、うん、でも状況をね、それあの日本の中の状況だけ考えて思い込んでるだけの話であって、うん、この30年間日本ってね成長してないんですよ。あ、はい、はい、で東南アジアも含めて、ね、世界各国成長率っていうのは日本より高いわけでしょ。そうですね、ね、そうするとね、海外旅行行くと分かるんですけど、うん、意外とそうだ、うん、日本食なんて海外の方がずっと高いですもんね。いや、高いです、うん、高く出してるんですけど、うん、だけども米の競争価格って昔より、うん、あの狭まってきてる。日本の米決して高くなくなってきてるっていうのね。だからこれからあのもっと高く売ればいい、そういうこと、ね、そうするともし有事の際とか、うん、飢餓に直面するなんていう時には、そういう時にはその輸出する分のお米を国内に回せばいいだけだから、うん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 、だから無料在庫があの在庫を持たずにお米持ってられるっていう状況にもなるんですけどね、考え方によってはね、はい、なるほどね、うん、そういうこともですから、まあ、例えばですけども、これはもう憶測にしか過ぎませんけども、うん、なぜ、まあ、あそこの国が水資源を、うん、っていうのはね、はい、だからウクライナなんかでは、うん、あの2012年からかな、あの習近平時代になってからそっから小麦の生産増えてるんですよ。そうなんですか。中国お金出してるから、小麦を中国に入れてくれるっていうことを、はいはい、あの条件に。そうなんですか。そうそう、もともとすごい小麦なんて、もともと豊かな土地だったんですけども、うんうん、それをさらに増産させたのは実はそういう政策だったっていう。そうなんだ、ね、中国大嫌いだけど、そういうとこちょっと見習ってほしいですね。日本も、いや、日本もやったんです。かつてですけども、うん、かつて食糧危機があった1970年代か、うん、時に田中角栄さんの時かな、はい、あの時にあの、まあ、アメリカが輸出規制した時があるんです、穀物とかのね。その時にもうあの大豆とかも入ってこないから、うん、味噌汁が飲めないぞみたいな話大変っていう形になったんですけど、その時に田中角栄さんがやったのはブラジル行って、うん、ブラジルのもうあの広大な土地をね、あのブラジルの政府と一緒にそこをあの肥沃なところにして大豆作ろうとかやったわけです。やったわけですけども、うん、今それね大体買ってるの、うん、中国になっちゃいましたから、まあ取られちゃったって言い方はおかしいけども、取られちゃったんですか。まあですからアルゼンチンもそうだし、うん、まあいろんな国がね、うん、でしたたかですよ、やってることは。非常したたか以上ですよね。なんかしたたかなんだけど、うん、なんかもっとないかな、ちょっと先を見て、まあ、行動していくっていうのはね、うん、そういう部分は日本ももっと必要だと思いますけどもね。腹が立つけど見習ってほしい部分ですよね。ですよね、うん、ですからもう今こそ日本の美しい水田復活させて、うん、美味しい日本米、これも世界に広げていったらいいんじゃないのかなと思いますけども ね、はい、うん、でもう一つあの次は違う観点なんですけども、はい、ラニーニャ異常気象がもたらす問題、画像出してもらってもいいですか。
これですけれども、うん、で農作物に大きな影響をもたらすのは気象天候の問題もありますね、はい、昔から、はい、でアメリカ中西部では近年干ばつこれ続いてますけれども、今年も影響は大きいですね。もしかしたら近年最大の干ばつになる可能性が出てきてますね、アメリカ西部で、はい、中西部ですけどね。中西部、ああそうですか。でコロラド州なんかは水不足、まあ水力発電にまで水不足が影響しているっていうことで、500万人が電力不足に陥る可能性ある。そうなんだ、はい、美しい州ですよね。はい、で次に今度は北部の方もなんですけども、うん、逆に雨が降りすぎてる。まさに異常気象って言っていいんだろうか。まあ長い目で見たら異常気象かどうかは別なんですけども、うん、まあ人類史の中ではちょっと今までにないことなのかもしれませんが、ね、うん、はい、これ降雨量が多すぎるために春小麦、この作付けっていうのが大きな影響が出てるんですね、はい、これカナダも同じ状況なんですけども、はい、これ懸念されてます。今年今の時期ですけども、うん、あの普通だったら小麦 の植え付けっていうのは 50% 終わってる状況なんですけども、うんうん、現時点ではもう 8% 程度っていう状況なんで8%、はい、ですから春小麦もまた少なくなるだろうと。なるほど、はい、でさらにあのロシアウクライナ問題で小麦の輸出がもう激減する中ですけども、豊作の期待がされていたインド、うん、インドですけれども、インド今月3月えらいことになってましたね。122年ぶりの熱波、うわ、これが襲ってきて最高気温が 45.1 度、怖っ、記録してますね、で気象専門家によると同じ日にパキスタンの観測所では、まあ、北半球の観測史上最高と並ぶ47度を記録してますね、うん、今そういう状況です。そうなんですか、うん、まだしばらく続く。なぜかというと今年はあの、ラニーニャ現象続いてるんで、これがまだしばらく続くんじゃないか、6月いっぱい続くんじゃないか。ラニーニャをそもそもなんだっけって分かんないですけど、まあ、エルニーニョは気温が、うんうん、あの太平洋の気温が、まあ、南米の方の気温が上がるんですけど、うんうん、ラニーニャ太平洋の気温が下がるんですけど、それがどうしてそれがあのこの気象に影響をもたらしているのかっていうのは、うんうん、科学的にははっきりとまだされてませんけども、ラニーニャが続くといろんなことが起きるねっていうのは歴史上分かってます。それは観測上、はい、気象上ね、はい、でインドの場合ですけど、うん、今後モンスーンの季節これが到来するんですけども、うん、はい、そうなれば雨が降って気温下がるんですけども、うん、はいはい、今インドは通常6月初旬に南部からモンスーンの季節に入るんですが、うん、しかし現在最悪の熱波に見舞われているインドですけども、うん、これが北部にモンスーン到達するのは1ヶ月後になるっていう見通しで、1月ぐらい遅れる、はい、北部に、はい、熱波が、いや違う、雨が、モンスーンが来て雨が降って、まだ1月かかるの、そうそう、かかるっていうこと。それまでじゃあ熱波が続くかもしれない。そうですね、だからアメリカのマサチューセッツ工科大学、まあ、MIT の専門家は、まあ、気象変動の影響でインドの熱波は今後ますます過酷になるっていう見通しを示しています、うん、そうなんですか、はい、なんかその農作物とかそういう意味でも心配ですけど、はい、普通に暮らしてる人たち、そうなんですよ、意外とインドってエアコンないところなんて大変なんですよね、はい、うちもないけどね、少ない、まあ、北海道はまだいいですけど、そうですね、まあ、45度とかね、そういう世界ではね、いや、ちょっと普通で考えたら生活できないですもんね、はい、できないですね、うんうんうん、でまたオーストラリアなんですけど、はい、オーストラリアもあのクイーンランド州でですけども、うん、2、3日でね、4ヶ月分の雨が一気に降ったっていう大洪水になってて、一部ですけど、ね、確かにクイーンランドはでも日本の輸入小麦っていうのがオーストラリアからは 17%、 ああ結構、ね、はい、日本の自給率が 14% に比べてオーストラリアから 17% 入れてるんで、その方が多い、はい、でこれは影響が出てくるかもしれませんし、さらにブラジル、はい、ブラジルはあの史上最低気温になってますね。いや世界各国で、はい、普段降らない地区に雪が積もってるって、ね、雪が降ってるっていうことで投資者まで出ているっていうことで、そうなんですか、はい、でもちろんこれはあのブラジルの隣国であるアルゼンチン、ウイグル、ボリビアなどにも影響が出ているってことです。こういうことが今気象的にも起きている。これらの問題からいくつかの国では小麦や大豆の輸出規制、うん、あそれはそうですよね、はい、これとかは停止が起きていて、はい、もうインドもそうですけれどもね、ああとアルゼンチンは大豆をもう出さないって言ってるかな、へ、で特にあのウクライナとかロシア の、うん、あの穀物を頼りにしていたって言ったらおかしいけど、うん、そういうアフリカとか中東ではもう大問題になるし、南米でもあの食料を求めるデモからこう政情が不安になって、うん、で各地紛争が起きてくるかもしれないっていう、そういう懸念までされてますね。なるほどね、はい、今日のタイトル食料危機じゃないですか、はい、あるかどうかってあるじゃないですかっていう、ね、まあ、日本ではっていう話になると、うん、ああ、うん、またちょっと違ってくるか、またちょっと違う、まあ、要するにまあ状況によるんですけども、うん、
で、もしかしたらです、もしかしたらすでに食糧争奪戦争になっているのかもしれませんということで今回は特集させてもらいました。なるほどね、はい、まあ、一般の家庭だけじゃなくて、はい、もう外食産業とかもそれが一番ね、日本の場合、うん、海外からの、ね、輸入に頼ってる部分が非常に多いん で、ね、外食産業は痛手を受けるでしょう。でしょうね、はい、ただでさえコロナで大変だったのに、はい、疲弊してる部分ありますから、うん、経営状態は非常に問題になってる、はい、確かにあの外食産業でも、うん、まあ、日本もね今まで飽食しすぎた部分もありますからね、うん、はい、反省しろよ的な神様が言ってるとか、ね、だってこの気象上、はい、状態というかね状況、はい、なんかちょっとどうしたのっていう。ただね北海道天候に最近すごい恵まれますね、うん、はい、そうですね、うん、いやどうでもいいですけどそれということでね、はいはい、今回はちょっと食料に関して分かりました特集させてもらいましたけど、ちょっと政府に言えることあったら言いたいんですけど、はい、何があるかな。あ、言えることがあったらですか、うん、それは備蓄の問題と あとは、はいはい、あの減反政策、はい、これはもうもちろん、そうですね、さっきのね、早急に考え直した方がいいですよですよね、っていうことは皆様、声を、はい、ぜひ官邸に、はい、送りましょう、はい、ということで今回特集でした、はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、エンディングですけど、うん、お知らせの方からお知らせを先に、はい、お伝えします。今月11日土曜日です。午後2時から4時まで国盛州北海道の街頭演説を行います、はい、紀伊国屋書店前でまた熱い演説が繰り広げられますので、はい、澤田栄一先生とあと国盛州の皆さんがあの登場いたします。ぜひ応援よろしくお願いいたします、はい、お願いします。また同じく今月なんですけれども、はい、18日土曜日にあの産経新聞社の、論説副委員長、はい、佐々木瑠衣さんをお迎えして、第112回総合私塾、うん、演題がですね、中露に狙われる北海道、今そこにある危機ということで、あの講演を行います、非常に勉強になるかと思います。カデル27で行われます、うん、18日土曜日、ぜひお出かけください、はい、はい、お知らせは以上です。はい、ということでですね、うん、今日はですね、帰ったらね、僕はね、ボクシング見なきゃダメですからね。おお、ボクシング、はい、井上尚弥君、くん、君じゃないですね、ドネアのね、ドネア、はい、ドネア、ノニとドネアのね、フィリピンのね、フィリピンフラッシュのね、フィリピンフラッシュってすごい強い相手なんですね、はい、一度ね、あの尚弥君出血させられてね、眼下底骨折されてますからね、あ、まあ、勝ったんですけどね、ドネア選手に、はい、あ、そうですか、はい、ですから尚弥選手をそんな目に合わせた、はい、それがもう2回目の対戦っていう、ね、あ、そうなんですね、これは始まりますから、前回も負けてないけどっていうことですか。そうですね、うん、もう1回、うん、それとあと話は変わりますけどね、うん、あのマスコミビタッとあの報道しなくなりましたけども、はい、6月3日かな、海外ではすごく報道されてましたけども、中国 の空母、はい、003ですね、003? あのナンバー3隻目ですね、うん、あの丁寧3頭に続いてあの3隻目が、はい、あの進水式の予定だったんですけども、はい、延長っていうことで失敗みたいな感じですけどね、へ、うん、中国の空母が進水式できなかった、できなかった、なぜなぜ、あの、いや、中国の発表によるとドックの問題がある、港の問題ですよっていう話ですけど、いや絶対嘘だな、本当は何今月末までね続くんですけど、うん、あの 電磁式カタパルトっつって、アメリカしか持ってないね、飛行機発進させる時にね、うん、のカタパルトあるんですけども、それを積んでるんだって話ですけども、ただ原子力空母ではないんで、はい、うん、それが果たしてできているのかどうかっていうのはクエスチョンだったんですよね、カタパルトが何かわからないんですけれども、なんか重要な、あの発射するとき、飛行機を、うん、が、うん、あの空母から、うんうん、出ていくときに自力で飛んでいくわけじゃないんで、はいはい、え、違うの、カタパルトがついてて勢いつけてくれって、なんかタイヤみたいな、いや、違う、蒸気式で出すものが普通だったのかな、うん、押し出してくれる何かってことですか、そうなんだ、そのカタパルトっていうのが電磁式カタパルトっていうのがアメリカしか持ってなかった技術なんですけども、うん、中国もそれを手に入れたぞって散々言ってたんですけども、3日の進水式にはっていうのはね、ピクっていう感じですかね、うんうん、まあ、だけどマスコミが発表しなかった、いろいろ日本のマスコミがピタッと止まってたから報道しなかったから、あ、まあ3日って言ったら分かるんですけど、安倍さんがね、あの、うん、具体的に防衛費の金額言えって言った時期ですから、だから、あの、その空母の3隻目が進水式しますよなんて言ったら、またそれはもう防衛費上げなきゃっていう話になるのが怖かったのかな、マスコミは。いや、マスコミそれ報道しない間違いじゃないですか。いや、
でもマスコミは嫌でしょ、まあ、そういうものですもんね、大手のマスメディアそういうこともあったのかなと思ってちょっと見てましたけど、ね、なるほどね、はい、ますますチャンネル桜北海道に応援を支援をよろしくお願いしますという、まあ、その特集はしませんけども、うん、はい、まあ、でもそういうねちらっとでも教えていただけると、はい、あ全然知らなかったということです。なんでね、まあ、あの中国もなかなか増強してますけどもね、はいはい、いろんなニュースありますけども、そうですね、まあ、皆さんいろんなニュースは、うんうん、あのまあ、できればね、はい、インターネットをいろいろ使って拾って、うん、自分の中で精査して、うんうん、あ何が正しいかどうかっていうのはね、そうですね、うん、単純に誰かが言ってるから信じるっていうのもね、うんうん、どうかなと思いますから、確かにそうですね、はい、いろんなところから、はい、一つの情報に対してもいろんなところから角度から見てみる、見るのはね大事ですよね、はい、はい、っていうのはね、あと一ついいですか、はい、前回もお伝えしたあの潮風、はい、今のクラウドファンディングしてますけれども、はい、あと3日なんですが、はい、ラストスパートなんです。もうちょっと、はい、最初のねあのゴールは達成しました、はい、おめでとうございますですね、はい、であとあの500人ぐらい支援者が増えたらなっていう、はい、前回に及んでほしいなっていう気持ちがあるので、はい、1000円からあの、はい、支援ができますので、ぜひ皆様で短波ラジオ潮風、はい、あの北朝鮮で捕らえられている私たちのね仲間の日本人が、うん、もう本当に唯一この潮風がつながりだと私は思いますので、うん、多くの国民の皆さんにあの支援を本当にお願いしたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、ということで本日のチャンネル桜北海道でしたけども、はい、よかったなと思ってくれる方は高評価の方、あとチャンネル登録をお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日お送りしました、はい、明日もチャンネル桜北海道続きます、はい、皆さんどうぞお楽しみに。ありがとうございました。